全日本女子体重別選手権48キロ以下級決勝も残り30秒。この戦いを制してアトランタへの出場を決めるのは猪熊やわらか、本阿弥さやかか。勝負。一本それまで。やりました、猪熊やわら。宿命のライバル本阿弥さやかを倒し、アトランタオリンピックへの出場を決めた。すげえ。明日の見出しは、猪熊さん勝っちゃった。やわらさん、互いに礼。さやかさん、本当に強かったです。さやかさん、あなたに言われなくてもそんなことは分かっていますわ。オリンピックでは絶対に金メダルを取りなさい。え、私と今度戦うまでは負けることは許しません。戦い終えた二人に場内割れんばかりの拍手が送られます。いや、素晴らしい試合でしたね。何が素晴らしいもんか。あんなもんに比べたらわしの方が100万倍すごいわい。思えば昭和11年、あたかも226事件の始まらんとする不穏の時代、静穏の志を胸に抱き上京した青年猪熊治五郎は、並みいる強豪どもをバッタバッタと投げ飛ばし、わしは八段じゃ。松田さん、やわらさん、猪熊さん、優勝おめでとうございます。次はいよいよ分かってますから、ちょっと一言ありました。猪熊さん、猪熊さん、素晴らしい試合でした。それはどんなお気持ちですか。何か報告したことお願いします。お願いしますよ。猪熊さん、この優勝まず誰に報告しますか。それでこちらにも写真お願いします。お願いしますよ。やわらさん、君は本当に日本一になったんだ。オリンピックで君は世界の強豪たちと戦うんだ。時を同じくして女子柔道の無差別級の開催が発表された。決まったか。そのニュースを聞いて世界の強豪たちも動き出した。中でもカナダのジョディ・ロックへ。彼女は猪熊やわら最大のライバルだ。やわら、まさに世界中の強豪がやわらさんの相手なのだ。すごい報道陣ね。緊張しない、猪熊さん。そうね。やわらさん。さっさと行かんと機内食のステーキ食っちまうぞ。もうおじいちゃんたら。だがいかに世界の強豪が相手でも、彼女は勝ってくれるはずだ。彼女は必ず。頑張れ、やわらさん。おじいちゃんがめちゃめちゃ厳しいメニュー組んじゃったから、
大変ね。オリンピックに出るのも楽じゃないわね。ええ。このオリンピックで金メダル取れば、やわらちゃんは天下の大スターだもんね。私や工作みたいなバンピーから見れば雲の上の人よね。そんな、私は。でもさ、バンピーにはバンピーの悩みがあったりするのよね。ほら、工作ってば忙しいばっかりで安月給でしょう。で、うちのパパにも言うのよ。いつまでも三流新聞なんかにいないで私と結婚したらって。そうすれば、うちの実家の授業を継げばいいわけだし。あ、そうそう。やわらちゃん、彼氏いるの？え、いるわよね。やわらちゃん、かわいいもん。いや、そんな。ほら、いないの？だったら紹介するわよ。私には工作がいるわけだし。やわらちゃんにも幸せになってほしいもの。私、まだ練習残ってますから。ごめんなさい。私、なんだか邪魔しちゃったみたい。それじゃ、頑張ってね。バイビー。どうしたんです？元気がありませんね。お久しぶりです、やわらさん。風祭りさん、やっと仕事を片付けて応援に駆けつけました。遅ればせながらオリンピック出場おめでとうございます。ありがとうございます。いや、非常識ですよね。試合を控えたこんな時期に押しかけたりして。でも今の僕には一種類の時間しかないのです。つまり、やわらさんのことを思う時間しか。あなたが何と思っていても、僕はいつもあなたの近くで見守っています。こら、やわら！いつまでちったらやっとるんじゃ！練習は終わったんじゃろうな！すいません、私行かなくちゃ。ああ、やわらさん！しっかり。ありがとうございます。やっぱりかわいい、やわらさん。決めたぞ。本当の愛に生きるんだ。アトランタにいる間に決着をつけるんだ、しんのすけ。何？やわらさんに会った？そうなのよ。こっちの話で。一応よろしくって言ってたけど、はい、ちょっと冷たい感じだったかな。はい、わ、はい、かりました、うん、もう聞いてないの、工作。カオだ。これすぐに送るからファックスキープしといてくれ。はい。やわらちゃん、金メダル取ったら私たちなんか相手にしてくれないわけよ。結局やわらちゃんって遠い人なのよね。私たち三流新聞の人間とは住む世界が違うのよ。工作、もう。遠い人か。なんじゃその花束は。そんなふぬけた心構えでは取れるメダルも取れやせんわ。しかし先生、メニューはちゃんとこなしていますから。メニューも爆乳もないわ。花束なんぞで浮かれとるやつは試合などでんでもいよいわ。強いやつは山ほどおるぞ。世界が相手じゃ。世界が。僕はいつもあなたの近くで見守っています。いつも近くで。遅れちゃいましたね。待ってよ、工作。グズグズ言うな。もう試合始まってるんだぞ。 No, 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 no. I am press. Do you know me? Me too. Oh, thank you, thank you. Very much. Oh. Yeah, way to go. Ujiko-san.花園藤子、見当むなしく判定で敗れました。最後の最後に放った内股は痛恨の場外。もう負けちゃったの？よくやった。あれだけやれば十分だ。藤子さん、
負けちゃった。ううん、すごかったわ藤子さん。世界チャンピオンのクリスティンさんに全然引けを取らなかったの。私のオリンピック終わっちゃった。藤子さん、猪熊さん、私ね、悔いの残らないように頑張ろうと思って、うん、精一杯頑張った、うん、でもやっぱり負けるのって悔しい。うん、だから次はもっと頑張ろう。次？さあ立って、軽く打ち込みやっとこう。打ち込み？ヘイ！クリスティンさんが準決勝進出を決めたの。え？準決勝進出者に負けた人は敗者復活戦に出られるんじゃない？藤子さん忘れてた？敗者復活？銅メダルじゃ！何もないよりはマシじゃろ。たかが銅メダルじゃが、アトランタ土産にはちょうどいいわい。なあ、のっぽの姉ちゃん。銅メダル。無理よ。私なんだか緊張の糸が切れちゃって。そんな、藤子さん。さ、立って。まあまあまあ、なんとも盛り下がっていらっしゃいますこと。お久しぶりですわね。いえ、私ちょっと旅の途中でタマランチ会長のお誘いがあってこちらに寄っただけですのよ。徳永、お花を差し上げて。はい、お嬢様。先ほどの試合拝見させていただきましたわ。一回戦でおまけになるなんて随分短いオリンピックでしたこと。まだ終わったわけじゃありません。これから敗者復活戦があるんです。敗者復活？ちょっとお待ちになって。それでは銅メダルごときのために戦うとおっしゃるんですの？銅メダルごとき？はあ、私などは金メダル以外はメダルではないと思っておりますので、たかが銅メダルのために向きになれるなんて羨ましくさえありますわ。何しら私、その欲望むき出しのメダル争奪戦に嫌気がさして猪熊やわらさんに勝ちをお譲りしたんですもの。ま、いけませんわ。タマランチ会長のパーティーに出席する支度をしなくては。ではせいぜい銅メダル目指して頑張られて。とってもお似合いになると思いましてよ、銅メダル。猪熊さん、私絶対に銅メダル取る。お前、何しにアトランタに来たんだ。やだな、ここはオリンピック会場ですよ。オリンピックは戦いの場、最後の決着をつけに来たってとこですか。ああ？ま、三流新聞記者さん相手では本気で勝負する必要はないでしょうけどね。な、何が言いたいんだ。失礼、そろそろタマランチ会長主催のパーティーに出席する準備がありますので。何が言いたいんだ。花園藤子牛又、日本それまで。うわー、藤子さん、あと一つ。全くみっともないですわ。たかが銅メダルのために戦うなんて。いや、世界の舞台に立てるだけでも大したもんです。銅メダル。まあ、私と互角に戦った猪熊やわらは間違いなく金メダルを取りますわ。そうすれば私はいながらにして銀、いえ、まぐれで私に勝ったのですから、私は戦わずして金メダルですわねえ、風祭りさん。あ、止めなさい徳永。はい、さやかさん、お待ちなさい。
こんなところで何をしていらっしゃるんですか。久しぶりだな。その娘は。ああ、フランスの48キロ以下級マルソ。その娘を連れてこのアトランタで一体何をなさっているのですか。あんたとのコーチ契約はもう切れてる。何をしようと私の勝手だ。さ、行くぞ。藤子さん、そこ。やりました花園富士子、敗者復活戦を勝ち抜き堂々の銅メダルを獲得しました。手こずりよって。泣いております花園、よくやりました。出産とともに引退と思われておりましたが、ママさん選手として驚異の復活、不屈の闘志で戦い、今こうして表彰台に立っております。藤子さん、おめでとう。まあ、金ピカとはいかんかったが、いいアトランタ土産じゃ。次はお前の番じゃぞ、ヤワラ。はい。そんなこと不可能ですわ。私以外に猪熊ヤワラを倒せる者などおりませんわ。いや、さやかさん、フランスであなたが猪熊小次郎の下で特訓をしたとき、あなたの稽古相手を務めたのは誰です。マルソ。そうです、あの時からさやかさんの稽古相手を猪熊やわらに想定するために小次郎さんはマルソを鍛えていました。マルソを猪熊やわらそのものにするために。しかし、いかに小次郎さんがコーチをしているといってもやわらさんのことです。多分勝ちますよ。多分ではダメなのです。絶対に勝っていただかなくては。まぐれとはいえ、仮にも猪熊やわらに敗れた私の立場はありませんわ。もしもの時のために何か手を打っておかなくては。は？猪熊やわらがマルソーに敗れた時、巻き添え食って私までもが世界の主役から引きずり下ろされないようにする手段ですわ。さやかさん、誰もあなたを脇役だなんて思ったりしませんよ。毎日が花嫁のような注目のされ方じゃないですか。これ以上何を。それですわ、徳永。はい、お嬢様。あさっての夜、アトランタ最高ホテルの大広間をリザーブなさい。あさってでございますか。招待客はオリンピックに来ている世界の王室並びに各国貴族、首脳、財界関係全員です。あの何のパーティーを。結婚披露宴ですわ、私と風祭りさんの。結婚。結婚。徳永、この間イタリアで作ったドレスを持ってらっしゃい。はい、お嬢様。どこに向かうんだ僕の人生。このアトランタでヤワラさんに最後のアタックをかけるつもりが、逆にとんでもないことになってしまった。ダメだ、今しかない。48キロ以下級の試合が始まるまでしかヤワラさんにアタックするチャンスは。いけ新之助。おっ、高い。行くんだ、今を逃したら一生さやかさんのそばからは逃げられんのだぞ。フランスからベルナールシェフをお呼びして。はい、お嬢様。さようなら、さやかさん。おお、結構ですわ、このドレスにいたしましょう。よくお似合いでございます。完璧ですわ、猪熊やわら、それにマルソー。あなた方が向きになっている金メダルなど、私のこの美しさの前では光を失いますわ。
徳永。はい、お嬢様。脱出成功。稲川さん、48キロ以下級の翌日は無差別級ですよね。二階級編成はもう当然考えてらっしゃいますよね。稲川さん、お願いしますよ。稲川さん、はい、おじいちゃんに聞いてください。いや、五郎先生に聞いても結局は自分の自慢話になっちゃうんですもん。そうですから、稲川さん。乗ってください、ヤラさん。風祭りさん、一生のお願いです。ヤワラさんが風祭りにさらわれた。あの野郎、この試合直前の大事な時に何を考えてやがるんだ。知りませんよ。とにかく突然車で連れ去ったとかね。あの野郎、探し出してギッタンギッタンに。ダメですよ、これから男子柔道の試合でしょ。それにバレーボールも行かなきゃ。離せ。ああ、言わんこっちゃない。何向きになってんすか。だいたいこの広いアトランタでどうやって探すんですか。あ、切れてやがる。縁起でもね。申し訳ありません、強引にお連れしてしまって。いえ、もうすぐ試合ですね。なんだかだんだんドキドキしてきちゃって。大丈夫、柔らさんなら大丈夫です。本番になっても十分力を発揮できます。そんな、私いつも緊張しちゃって。そこへ行くと僕はダメでした。風祭りさん、柔道をやってても稽古の時の10分の1の力も発揮できない。膝がガクガク震えて周りの声援が重くのしかかってきて勇気がなかったんです。でも長い間柔らさんを見てきて、世界の大舞台で戦う柔らさんを見ていて、僕もこのままじゃいけないって思ったんです。そんな、私そんなに強くありません。いえ、僕もあなたのように勇気を持たなければならない、勇気を持って言わなければならないことがあるんです。勇気を出して。柔らさん。はい。僕と結婚してください。でも風祭りさんにはさやかさんが。いえ、何度も言うようですが、さやかさんとの結婚は親同士の政略によるもの。僕の気持ちは最初から、出会った時からずっとあなただけを愛していました。風祭りさん、私。やわらさん、返事は今すぐでなくても結構です。もし OK なら48キロ以下級の試合の後、オリンピック公園に来てください。僕はずっとあなたを待っています。じゃ。早くしろ、カムダ。なーに、もたもたやってんだ、急げ。は、はい。今日はいよいよ48キロ以下級やわらさんの試合が始まるんだ。この記事で日刊エブリー売り上げ倍増だぞ。うっし。もう、やわらちゃん、やわらちゃんって。行くぞ、加賀くん、急げ。加賀。痛い、お腹痛い。大丈夫か、加賀くん。痛い、もう立ってられないの。そうか、わかった。君はここで休んだろ。行くぞ、カモダ。ちょっと待ちなさいよ。か弱い女の子を一人残して行っちゃうっていうの。立ってられないんじゃなかったのか。あ、行くぞ、カモダ。痛い。ちょっと。いい感じ。
結婚してください。もう一丁。どうしたの猪熊さん、どこか痛めた？うん、大丈夫。もうちょっと付き合って。でももう試合だし、このくらいにしとかない？でもあなただけを愛していました。そんなこと言われても。やっぱりこの辺でね。本当にお腹が痛いんだってば。だから寝てろって言ってるだろう。うん、今死んでやる、死んでやるから。ああ、クリコさん、ほっとけ、行くぞ。What the? の？ Hey, stop! たく。科学！大丈夫か？光沢！まったくいい加減にしろよな！オリンピックが終わったらいくらでも付き合ってやるから。本当？待てこら！松田さん！ The brakes are broken! What the heck are you doing? ブレーキ？ブロークン？もしかしてブレーキ壊れてるんじゃ。なに？中に取材の道具は入ってる。はあ？お前は先に試合会場に行け。俺は科学を連れて後からすっ飛んでいくから。いやでも行くんだ。ストップ。おい、バッチリ取材しとけ。おう、写真撮り逃すなよ。 That's my motorbike. Stop. あ、ちょ、行っちゃったよ。I'm sorry. I don't know. Hey, wait, wait. 福ちゃんがダーッと行けって言ってる。結婚してください。さあ、アトランタオリンピック女子柔道7日目、48キロ以下級にいよいよ猪熊やわらの登場で。来ましたよ。お聞きください、この歓声。猪熊やわらが出てまいりました。ここはアトランタジョージア国際会議場、超満員の観衆が大きく沸いております。さて、今日は特別ゲストとして猪熊選手のおじい様でいらっしゃる猪熊治五郎先生を放送席にお招きしております。よっ、わしや。どうですか先生、やわらさんの勇姿をご覧になって。うん、一句読むか。いいですね。アトランタ、お、アトランタ、ステーキ食って金メダル。さあ、いよいよ第1回戦が開始されます。おい待て、今の話じゃ。もう一個いくぞ。松田さん、まだ来てない。さて、日本の猪熊と対戦するのはいきなり強敵、キューバのゴンザレスであります。猪熊さん、しっかり。ざっと言え、はじめ。さあ、試合開始だ。どうしました？でけた。うわ、アトランタ、美味なカニまで V サイン。おお、一本それまで。でかー、イノクマヤワラ一本背負いで一本勝ち。開始わずか20秒、あっという間の一本でありました。いや、ものすごかったですね斉藤さん。見事な一言です先生。じゃろ、メイクじゃろ、ビミナカニまで V サイン。
力。さあ B ブロックでも優勝候補の登場です。ロシア代表フルシチョワ、猪熊やわら48キロ以下級における最大のライバルであります。猪熊さん、藤子さん、やわらすごかったわよ。ジョーディおっと、試合を終えた猪熊選手のところにカナダのジョディ・ロックウェルが激励に現れております。二人は昔からの親友という話ですからね。そんな甘っちょろいものではないわ。今日は親友でも明日は最大のライバルだ。戦いはすでに始まっておるわ。はあ、そういえば猪熊選手がエントリーしている明日の無差別級にはロックウェル選手も参加していますよね。二人は公式戦ではまだ対戦してませんからね。これは楽しみになってまいりました。猪熊選手が挑む2階級制覇の最大の壁は親友のジョディ・ロックウェルという日本。おお、フルシチョワが、あのフルシチョワが一本負け。勝ったのはなんとフランスのマルソーだ。大番狂わせが起こりました。ロシアのフルシチョワ呆然。それにしてもあまりに一瞬の出来事で決まり手を見落としてしまいました。しっかり仕事せんかい。ああ今リプレイが流れます。おお、これは一本背負い。すごい。マルソーがフルシチョワを破った技はなんと一本背負いでした。それも猪熊やわらに勝るとも劣らないバレと破壊力。このタイミングを見てください。素晴らしいスピード。まだまだじゃ。え、大したことないと言うとるのじゃ。しかし先生、お言葉ですがこのマルソーの一本背負いはやわらさんに匹敵するものと。いや、あとはまあまあじゃがスピードが遅い。え、これスロー再生なんですけど。え、とにかく猪熊やわらにとって予想外のライバル登場と言ってよいでしょう。またも一本勝ち、ついに決勝進出です。さあそしてまた大きな歓声。 A ブロックでは猪熊やわらの準決勝が始まります。先に決勝進出を決めたマルソーと対戦することになるのか。猪熊さん最高。マルソーなんか大したことないぞ。なんでキョロキョロしてるんだろう。さっきも記者席の方見てなんだか落ち着かない様子だったし。そういえば今日一度も松田さん見てない。花園さん、ちょっと福ちゃん見てて。猪熊さん集中。はじめ。どうしちゃったのよ松田さん。くそ、どこまで行くんだよ。あ、おい待て、どっちか選べ。Oh!
そう、ドアが歪んでやがる。今助けてやる。下がってろ。このディア工作だー。もうなんで防弾ガラスかな。鴨田さん、え、火じゃありません。松田さんどこ行ったんですか。ああ、いや、その、それが、実はその、何年間も猪熊さんのことを追い回しといて、なんでこの晴れ舞台の肝心な時にいないんですか。それはその通りなんですけど。ん、松田さん来てるの。ええ、カバンだけ預かってて。まったく、もにやけちゃって、プレスカードまで預けてっちゃって。それがないと会場入れないのに。猪熊背負ったさん。猪熊準決勝突破。さあ、これで48キロ以下級の決勝戦は猪熊やわらとフランスのマルソーとの戦いになりました。あんなふぬけた調子ではあのマルちゃんとやらに負けるのは目に見えとるわ。確かに今日の柔さんの一本背負いはいつもに比べてキレがありませんね。猪熊さん、藤子さん、 これ松田さんが渡してくれって。松田さんが、あのね、今は来れないけど、それをお守り代わりにしてくれって。松田さん、ヤワラさん、今何回戦なんだ。当然勝ってるよな。どうせ英語わかんないくせに。くそー、ヤワラさん勝ってるよな。日本の皆さん、お聞きください。この大歓声、金メダルを手にするのは日本の猪熊かフランスのマルソーか。女子柔道48キロ以下級決勝戦が始まります。先手だ。攻めて攻めて攻めまくれ。そうよ、猪熊さん。はい。畳の上に上がりました。ここまで共に一本背負いでオール一本勝ち。五分と五分、一本背負い対一本背負いの戦いであります。しかし、これまで全くの無名だったフランスのマルソー選手、よくここまで成長したもんですね。やはりカレスのように付き添っているあのコーチが鍛え上げたのでしょう。うん、いや違うな。あんなに焼けた男には無理じゃ。あれほどの技のキレを仕込めるのはオフランスでも相当いなせな男じゃ。わしのようにな。さあ、両者対戦に歩み出ました。始め。
さあ、ついに48キロ以下級決勝の火蓋が出展を落とされました。いきなり激しい組手争い、両者全く譲りません。猪熊、大牛狩り、マラソンをこらえる、さらに小内、いける、いかん、ドットマラソン背負った。マルソーの一本背負いの判定は技あり。そんな、技ありだ。マルソーの一本背負いにたまらず猪熊が、あの猪熊が倒れ込んだ。大変なことになりましたね、ジゴロー先生。あ、もう負けたも同然じゃ。もう そんなヤラさんはきっと逆転しますよ。たとえ逆転しようとも、あんなみっともない柔道をやっとるもんに金メダルなどいらんわい。審判団長、どこじゃい、金メダルはいらんぞ。マルソーナも攻め立てる、威力は猛戦一方。いった、なんと珍しい猪熊のもろ手狩り、有効。なおしい、有効止まりだ。猪熊さん、落ち着いて。自分の柔道だ。さあ、残り時間は2分を切った。逆転なるのか猪熊。なんと待っても、また背負った。ダメか、しても有効。猪熊の裏投げも有効止まり。マルソーの技ありが猪熊の前に大きく立ちはだかります。To Olympic Park. Okay. 苦戦しているんですね、ヤワラさん。しかし、あなたの孤独な戦いの日々も今日までです。これからはずっとこの僕が、風祭り慎之介が本当の愛であなたを包み込みます。バットマルソー、ここに来て名を背負う。猪熊は腕を取った。十字固めだ。しかしマルソーも歩く。決まるか、決まるか。私に偉いよって、このボケなすか。さあ、いよいよ残り時間はあとわずか。猪熊の逆転なるか。おっと、猪熊はものすごい連続技。マルソー逃げる逃げる。残り時間20秒。おや、どうしました先生。ほれ見てみ、マルちゃんの柔道が。これまで完璧だった攻撃と防御がバラバラだ。あー、わかった、そういうことだったんだわ。モロ手狩りや占いが有効になったのは、攻めあぐねていたんじゃない。猪熊は小内。おい、私ずっと信じて
俺は王子様なんかじゃねえよ。ただの新聞記者だ。お互いに礼。ヤワラは攻めあぐねていたのではなかった。バルソーの強さを実感したヤワラはそれを封じ込めることに専念したのだ。どう攻めても全てヤワラに返されてしまったバルソーはなすすべがなくなってしまったダワさん。自分の柔道を忘れてしまったバルソーに対してヤワラさんは一本背負いに入る一瞬のチャンスを狙っていたというわけです。そんな凄まじい駆け引きがあったとは。あの先生は気づかれていたんですか。当たり前じゃい。猪熊さん金メダルよ。やっぱりすごいわ。あなたって本当にすごい。勝負よヤバーラ。ジョディ、ホットドッグ一本。惜しかったの、マルちゃん。ヤワラに伝えてくれ、最高の試合だったと。明日も最高の試合をしろと。はっ、んなこと言われんでも分かっとるわ。ダメよ、それは猪熊さんが直接返しに行かなきゃ。うん、でもホテルとか分からないし。何もたもたやってんのよ。柔道はあんなに素早いのに。はい、ありがとうございました。失礼します。日刊エブリィに電話したわ。はい、これホテルの住所。意地張ってちゃダメ、素直にならなきゃ。いってらっしゃい。思いっきり胸に飛び込んでらっしゃい。ファイト。うん、どこの国でも恋人たちは情熱的だ。でも今の僕の情熱は世界中の誰よりも熱い。ヤワラさん、ついにあなたと愛を誓い合うからです。僕はこの公園であなたの来るのを待っています。そんなにすごい試合だったのか。あ、おう。あ、すまんかもだ。こっちは大丈夫だ。じゃあ。ごめんね、工作。うちの部屋のシャワーお湯出ないのよね。加賀くん、飯買いに行ってくるぞ。ドアくらい閉めろ。うん、もテレ屋さんなんだから。遅いな、ヤワラさん。焦るな、しんのすけ。これから一生の幸せが手に入るんだ。それにしてもなんだか雲行きが怪しいな。風祭りさんはまだ見つかりませんの？はい、お嬢様。すでに会場には各国の VIP が続々と集まっているのです。いくら世間が猪熊やわらの話題で湧き返っていようと、今夜の女王は私なのです。ここだ。おかえり、工作。
笑っちゃう。ああ、ごめんなさい、こんな格好で。工作だと思ったから。そうそう、金メダル取ったんだって。工作も喜んでたわよ。そりゃそうよね。ずっとあなたのことを取材で追い回してたんですものね。おかげで日刊エブリも売り上げ倍増だって。それでね、工作ったら言うのよ。このめでたさにあやかって次は僕らの番だね。だって、婚約指輪もまだなのにそんなことばっかり言うのよ。でも工作の給料じゃ大した指輪じゃないけどね。あ、ところで、なんか用？え？あ、もしかしてインタビューの約束かなんかしてた？ごめんなさいね。たった今までいたんだけど。たった今。間が悪かったわね。あー、やわらちゃん。バカみたい。私って本当にバカみたい。せっかく乾きかけたってのに今日はついてないや。加賀くん、飯買ってきたぞ。科学！ったく、人の部屋で勝手に寝るんじゃない！うっ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 ！ういいんだってば、遠慮しなくたって。誰が遠慮なんかしてるか。分かってるってば、私を助けるために必死に追いかけてくれた工作の思いひしひしと伝わってきたもの。そんなんじゃない。取材をほったらかしてまで助けに来てくれたんだもんね。そんなんじゃない。そんなんじゃないんだ。そうなんじゃないって何？俺が君のために何かしたとしても、君が好きだとか、そういうんじゃない。めてめて、照れちゃって。君は仕事の相棒だ。君は俺の大事な相棒だから。それに俺は、なんというか俺には、好きな人がいて。好きな人って、やわらちゃん？やわらちゃんなの？バカなことだってのはよくわかってる。相手は金メダリストだ。世界のスーパースターだ。そこへ行くと俺は三流新聞の三流記者だ。周りをうろうろ取材で付きまとう大勢の記者のうちの一人でしかない。だけど、ごめん。加賀君。加賀君。ついてこないで。一人で平気だから。加賀くん！全然平気！全然平気なんだから！
何やってんのよ。明日も試合だっていうのにこんなところでずぶ濡れになって。何よあんた、なんかおとなしい顔して。ちゃっかり欲しいものは手に入れちゃって。せいぜい明日も金メダル取ればいいわ。私別に金メダルが欲しくて柔道やってるわけじゃ。まったくいい迷惑よ。とんだ一人芝居だったわよ。え？そうよ、全部作り話。結婚の話も工作がうちのお店継ぐこともそうなるはずだったのよ。そうなる。冗談じゃないわよ。本当にいい迷惑よ。あんたたち何やってんのよ。あんたたちがいつまでもはっきりしないから、はっきりしないから、私ばっかりバカみたいに一人でその気になっちゃって。もういい加減にちゃんとしなさいよ。工作もあなたも二人とも好きならちゃんとしなさいよ。邦子さん、金メダル取りなさいよ。工作はあんたの金メダルの記事書くのが夢だったんだからね。明日金メダル取らなかったら私が承知しないからね。あ、風祭り様、お探ししました。さやか様がお待ちです。話せ、話せよ。自分で行くよ。カモちゃん飲んでる？もう飲めません。ラブレイユー。たく、よし、一曲行こう。別れても好きな人、お願いね。ずぶ濡れですわよ。外は大雨らしいですな。ああ、新郎が。おお、よっぽど嬉しいのですね。風祭りさん、やわら。うるせえな。帰ってたのか、加賀君。12時36分大変だ。おい、起きろ、カモだ、起きろ。もう飲めません。無差別級始まっちまうよ。アトランタオリンピック柔道競技もついに最終日。いよいよ男女無差別級。解説の斉藤さん、今日の無差別級やはり注目は女子、猪熊やわらですね。はい、昨日の疲れや重量選手と戦うという不利もありますが、全力を出し切ってほしいですね。昨日の金メダルに続いて2階級制覇になるか、猪熊やわら。
ちまった。ヤワラちゃん、こんな化け物みたいなやつに勝てんのかね。ヤワラちゃんが勝つ、なんだってヤワラちゃんに卓球を教えたのは俺なんだからな。関係ねえだろう。どうですかお母さん、今のお気持ちは。ええ、試合前に皆さんお茶でもいかがですか。いいから座ってみてなって、玉尾さん。どうなった猪熊先輩。遅えぞ、このもう3回戦終わっちまったぞ。で、マジかよ。試合の VTR です。おお、まずは小外狩りから入ります、猪熊。そして次の瞬間です。おお、見事な一本背負い。ここまでオール一本勝ち。さあ次はいよいよ準決勝です。しかし信じられないよな、俺たちこの人と一緒に柔道やってたなんて。手取り足取り教えてもらったもんな。そういえばあの生意気な須藤のやつはどうしたんだ。電話してもいねえんだよ。高校出てすぐ寿司屋に行ったんだろ。務まるわけねえな。へい、お待ち。どうです兄さん、この半年毎日店閉めてから2時間練習積みましてね。してな。え、してろって言ってんだよ。あ、いや、捨てといたって猫も食わないぜ。かか、お前才能ねえよ。で、こんな店やめてやれ。ちくしょう。やったー、猪熊やわら一本背負い。テレシコを下し、ついに決勝進出。やわらちゃん、なんだかどこ行っても落ち着かないわね。うん、これじゃ精神集中どころじゃ。はあ、猪熊さんちょっと待ってて、私いいカセット持ってるの。白鳥の湖とクルミアリ人形。ちょっと待ってて。私は大丈夫だから本当に。Get out! 覚えてやがれ、畜生。くそ、こんな大事な時に何のために6年間も記者として追いかけてきたんだ。何のために記者として、記者として。松田さん、やわらさん、松田さん、勝ってるよな、やわらさん。決勝戦はジョディなのか。何ですか。私思いっきりやります。猪熊さん、テープ持ってきたわよ。猪熊、そろそろ出番だ。はい。松田さん、あー、俺のプレスカード。まずいですよ先生、こっちはロックウェルの控え室です。ジョーディーもわしの弟子じゃ、ちょいと気合を入れてやって何が悪い。しかし、はい、ジョーディー。いらん心配じゃったか。あ、
先生、失礼します。勝負ね、やわら。はい、そこ通してください。邪魔邪魔。ものすごい歓声、ついに両者が試合場に登場してまいりました。日本の猪熊やわら、カナダのジョビー・ロックウェル。行こう、藤子さん。やわらさん頑張れ、最高の試合だ。この両者のスーパーカードはついにアトランタ五輪女子無差別級決勝で実現いたしました。どうでしょう斉藤さん、猪熊は連日の大勝負ですが。やめてもらっちゃ困るな。いや先生、今日のゲスト出演はなかったと思いますが。昨日今日の試合ごときでヒーフラ言うような鍛え方はしとらんわ。さあ出力全開じゃ、バーッといってみようか。両者前へ。猪熊さんファイター、レッドジャージ。よし。あ、松田さん、行け、やわらさん。始め。ついに世紀の対決の火蓋が切って落とされました。両者激しい組手争い、先に自分の形になるのは果たしてどちらか。うわあ、ロックワルいきなり体落とし。開始わずか5秒、体落とし有効。ロックワル強し、この強敵にどう立ち向かうのか。日本の猪熊強くなってる。ジョディのやつめちゃくちゃ強くなってる。5年前日本でやわらさんと試合した時とはまるで別人だ。はじめ。おらおら、猪熊背負った。ロックワル腕を外す。猪熊背負いたら小内掛け。救い投げだ。有効。せっかく取り返した有効をあっという間に返されてしまったやわら、まさに息をもつかせぬ攻防戦であります。つえ、やっぱりつえよこの女。でかいくせになんて素早いんだ、やわらちゃん。ロックル今度は内股。猪熊かわしてすかさず背負い。しかしロックル加えた、またも背負いは二つ。再三にわたる猪熊の一本背負いですが、徹底的にマークされています。しかし逆にそれを利用して先ほどのように小内掛けなどを仕掛けていくしかないでしょう。ジョデーほどの相手に勝つには必殺の得意技しかないわ。一本背負いが決まらねば勝ちはないと思え、やわら。嫌なこと言うなよじいさんよ、やわら。さあ残り時間は2分30秒。ここまでロックワル有効一つリード。猪熊小内チャンス。いけセオリー。ロックワル打ち抜き、猪熊真っ逆さま。こらえろ。判定は技あり。技ありだ。ついにロックワル技あり。くそ、なんとかならねえのかよ、やわらちゃん。あんたでも無理なのか。ロックルンガーも攻め立てる。大内狩り。猪熊しかした、そのまま背負う。よし、もらった。またもやるはずだ。待て、松田さん。ダメっすよこれは。君はまだまだ。望遠レンズでよく見てみろ、あの目の輝きがあるうちはまだまだだ。猪熊さんがこのまま終わるなんてないわよね。猪熊大外、ロックエルこれをかわした。猪熊、判定は技あり。ついに猪熊の一本背負
ロクエの体が大きく回転しました。あんなびっくり一本勢い二度と通用せんぞ、やわら。さあ時計は残り1分を切った。勝つのはどっちだ。まだまだこっからが勝負だ。イルカ背負いと見せかけて大内刈り。ユウコ今度はロクエルの払い腰。ユウコロクエルの払い腰が有効。取ったら取り返す。両者一歩も譲りません。なんてすげえ試合なんだ。イノクマ体落とし。いや回避した。ロックベル救い投げ。両者攻めます。攻め続けます。技と技のぶつかり合いに場内総立ち。オリンピック史上に残るまさに名勝負となりました。すげえすげえ。これだ。この歓声だ。ヤワラさんが初めて見た時から鳴り響いていたあの歓声だ。俺の夢の中になっていた歓声が本物になった。いや、ヤワラさん勝負はこれからだ。ほら見て福ちゃん、ヤワラのお姉ちゃんよ。よく見て。福ちゃんも大きくなったらヤワラのお姉ちゃんみたいに強くなるのよ。ロックン腰車。イノクマ回り込む。すかさず足を取ってイノクマ小内刈り。やわら。イノクマの顎を背負う。ロクエルこらえる。イノクマ先輩。ロクエル体を出し。イノクマかわす。イノクマ攻める攻める。お父さん起きなさいよ。ロクエルもう一度払い越しに行く。もう一試合やってるんだから。イノクマ満足しちゃって。何泣いてんの。そこだ。行け。頑張れ。こんなすごい試合見たことねえぞ。兄貴早くしねえと殺が来ますぜ。うるせえ。行け。そこだ。病気のお前ちゃんが起きた。待て。場外です。場外。残り時間あと8秒で待てがかかりました。ジョディ、やっぱり強い。やわら本当に強いね。始め。さあどちらが仕掛けるのか。残り時間はあと5秒、4秒、3秒。ロクエル牛股。イノクマ危ない。ゲイ。最高に楽しかったぞ。また本当に楽しかった。あの高さまでは並大抵の努力では登れんぞ。はい。しかし目の前に高い山があるのは楽しいもんだな。町田さん、最高のショットいただいたっす。町田さん。町田さん。やわらか。おめでとうございます。今のお気持ちは。今のお気持ちは。やわらか。ちょっと通してくれ。やわら。町田さん。見事でした。本当に見事でした。最高の試合、最高の一本勝負、文句なしです。もたもたしよって鍛え直しじゃ。
相変わらず遅いなこの車。成田2時発だぜ。いざとなりゃターボかけますよ。次のニュースです。アトランタ五輪で全世界に感動と興奮をもたらした猪熊やわら選手に今日午前11時首相官邸において国民栄誉賞が授与されます。もう工作のバカ、なんでまたアメリカ行きの仕事なんか引き受けちゃうのよ。やわらちゃんはどうするのよ。私がどんな気持ちで身を引いたと思ってんのよ。あのどこどっこいわ。おお、クーニちゃん。おいおい、なんだいそんな怖い顔して。せっかくの衣装が台無しだな。なんだ、まだ松田のことで怒ってんのか。しょうがねえだろう。向こうの駐在員が怪我で入院しちまったんだからさ。松田も二つ返事で受けたじゃないか。バカやめんか。松田ってあのうるさい若造か。局長、あいつにはいつもハラハラさせられたからな。これでしばらくは気が楽になるな、編集長。いや、あいつがいなくなるのは痛手ですよ。え、あいつは磨けばもっと光ります。ここらでスポーツの本場アメリカで武者修行したらピカピカに光って帰ってきますよ。おお、来た来た、猪熊やわらだ。到着しました。やわらちゃんこと猪熊やわらさんはこの度めでたく国民栄誉賞に輝いております。松田さん、まだ来てない。邦子さん、光沢、仕事でまたアメリカ行っちゃうのよ。今度はもう会えなくなっちゃったから。今成田に向かってるのよ。さあさあ、中へどうぞ。松田さんがアメリカへ。松田さんが行っちゃう。やっぱ大リーグだよな。選手層の厚さが違うからな。 1A からメジャーまで這い上がっていく選手を追跡取材ってのも悪くないか。あ、今度野茂のサインもらってきてやるよ。いいんですか松田さん。何が。国ちゃん怒ってましたよ。松田さんやわらちゃんほったらかしで行っちゃうって。何言ってんだか。ほったらかしも何も俺なんか出るまくねえよ。いいかい鴨田君、相手は国民栄誉賞だよ。国民栄誉賞、国民栄誉賞を舐めてもらっちゃ困るな。それとこれとは関係ないと思いますけど。もう少し素直になった方がいいと思いますけど。バカ言ってないで、ちゃんと前向いて運転しろよ。いくらこのポンコツでも前の軽トラぐらい追い抜けんだろ。さあ、ミハイル州鴨田、インからアウトへ軽トラに迫ります。チャンピオンフラッグはどちらの手に。あのね松田さん、本日はおめでとうございます。して今日の飯は何じゃ。やわらさんなんて心細そうなんだ。僕が力になってあげたい。でも僕は今や本阿弥慎之助、さやかさんとはしんちゃんさあやと呼び合う仲にまでなってしまったのですよ。しんちゃん、猪熊やわらさんに挨拶に行きますわよ。はい、さあや。猪熊さん、招待してくれてありがとう。おめでとう。緊張すんなよ。藤子さん、花園くん、すごい顔ぶれね。ニュース見てるみたい。福ちゃんお母さんに預けてきてよかった。こんなところで泣き出したら大変。藤子さん、私どうしたの。松田さんがどうしたの。はい。いざとなったらターボかけるって言ったな。冗談ですよ。戻ってくれないか。え？飛行機に間に合うよな。今から首相官邸に行っても。そうこなく
に U ターンします。ただいまより国民栄誉賞授与式を行います。本日これが搭乗券と預けたスーツケースの判定。ありがとう。さすが旅行代理店勤務だ。素早いや。そんなことより早く32番ゲートです。の、それじゃ。やわらさん。はい。俺絶対取材に行くからさ、4年後またオリンピック行くよな。はい、絶対だぞ。絶対に。
俺、君が好きだ。私もずっと好きだった。